対に勝つんだ。俺が行こう。アロデルモン。アンジェレーション。僕の番だね。大切なものを守るために。アグヤモン。お前に呼吸を合わせよう。かいなんだろ。よし、思いっきり戦うぞ。メタルガルモン。どう戦うべきか。よし。絶対に勝つんだ。アロデルモン。覚悟はいいか。アンジェレーション。僕の番だね。思いっきり戦うぞ。行くよ。メタルガルルモン。私がやろう。アンジェレーション。いつでもいらっしゃい。私の力も使おう。俺が受けて立つ。
ここらの扉の奥。さっきまでの。ここにも壁に何か壁画ってやつだよね。でもこれ こっちは人間と獣か。興味深いな。しかし一体どのようなこれまでの壁画と合わせて考えれば何全部いっぺんに見ない。ああいや単に考察の時間が経ったがこの壁画から分かることもある。獣神という神あるいは神の使いと人間とがつながってる。そこまでは私にも分からないがね。壁画の両者はこれってもしかして昔は今の俺らやカイト。どうだろうね。何分私たちの世界ではだが人間が信仰の対象。それってピエモンたちにとってのじゃあそいつらも世界を飲み込む怖いやつ。いや先ほども言ったが私たちの世界では故に善とも悪とも言い切れない。そういう曖昧な存在だからかな。この世もちろん深く信心している人々がいるのも事実。俺たちだって主を信じている奴もいりゃ。確かに。でも僕らの世界だともっと神の存在が希薄っていうか、そこに実際に存在してるってわけじゃないから、どこかではいないものとして認識してるっていうか。存在が希薄、いないものとして。だとすると教授どうかしたんですか。ああいやすまない。つい考え。それよりもおしゃべりはここまでにしよう。彼を待たせてしまっている。ふん。いよいよこれから主のもとに。気になると他のことが頭から抜けてしまう。まあいい。それよりみんな、各レナモンの言う、だから、少し必要。お前たちの顔見りゃわかる。私も同意見。私は、君たちほど言う。ごめん、みんな。レナモン。そうか。もちろん、当然だな。今まで散々。もう、だって、みんなで協力。ああ。その通り。いや、私たちも全力でサポートしよう。分かった。全員気を。また新しい部屋。ここにミユキがいるのか。いや、まだこの先だ。つうかこの部屋。なんか変じゃね。ミノル君の言う通りね。私こういうの苦っ。こういうのあっ。おいミュウ無理すんな。ごめんお兄ちゃん。だから言っただろう。私たちは今主のふタクマとび。あれここんいやん。いや文字化けは文字化けなんだけど偶然じゃねえの。あれ本当。うん、帰ってきたらとか待ってるね。一体おい、そろそろこうしている間にも私は早くあさあふむへじゃあ私やだ
のがミュウ、タクマ、僕も。ここを進んだ先に、急にメール、うちにも。暗くなる前に。こっちはリニ、俺のもそうだぜ。私のメールも。それおい、まだ何かあるのか。分かっている。大丈夫かい。はい、ただ単純、文字化けの少ないメールが届く。ここは元の世界との距離が近い場所なのではないかと。それってこの先にミユキがいる。おっと、これ以上。はい、ここがミユキだ。レナモン、みゆき、みゆき、おい、大丈夫。みゆき、助けに。ダメだ、やっぱりみゆきの意識は。みゆき、いや、主などに。無駄なことはよりしろぬ。もはやどうしたのかしら。急に苦しみだし、前にもこんなことがあったってことは。みゆき、ようやく会えたんだ。姉さん、主に。おね、このままでは。すごい。こいつら。ち、こんだが。待って。タクマ。ノリ。信じて前に進むだけだ。俺が手伝おう。どうだ。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。よっ、僕の番だね。受けて立つ。来い。何より大切なものを守るために。アクヤモン、力は満ちました。よし、思いっきり戦うぞ。行くよ。メタルガレルモン。
うべきか。迎えに来られたんだ。消えてはさたくま。ああお姉ちゃん、僕かえです。お姉ちゃん教授、私がやろう。アンジェレーション。呼びかけも通じ、ふざけるな。ねえお姉ちゃん、無駄じゃ。レナモン、一か八か。そんなのもうとっくの昔か。そんなことはないはずだ。私はね、ガブモンと再会して君たちだから。きっとね、僕もそう思う。元の世界でだけど。レナモン、たとえ私はミユキ、ユキ。私がやろう。アンジェレーション。
受けて立つ。状況も想定していたわ。あなたに癒しを。話は後だ。とりあえず明け春、レナモン、よし、ならぬ。くそ、逃げ。私は誓ったから。明け春教授、それはできそうはさ。無茶するところじゃねえか。ダメ。姉さん。じゃあ僕は。タクマ。悪魔。タクマがくじ。タクマが僕が。悪魔まだ諦め。ミユキを。ガブモニュだが、お前が今度は秋春教授、僕らにはアグモンたちがだからこの世界そ姉さんを救う。アグモン、僕は
アグモン。アグモン。ガブ。終止符を打とう。お、悪魔とガブモンが。これはタクマ、秋春。マジか。なんとかできるか。できる。うちたち。オメガモン。オメガモン。ああ。私がやろう。レナモン。泣かないで。ようやくあなたを私は大丈夫。そんな、昔約束した。そうだった。そうだよ。なのに秋春。そんなんじゃ。レナモン。これ、この暖かさ、レナモンは感じる。レナモン。姉さん、俺も付き合うぜ。ありがとう。ねえ、急いでここから逃げ出そうよ、みゆきちゃん。僕もそれ、みゆき、こんな状況。それは、そう。
すまないみんな。しかし私たちのせ、それさ、どうして。私たちみ、そして姉さん、みゆきは、だから、不思議。神おろしの巫女、二つの世界の均衡を保つのがその使命。そして私たち水瀬家の伝承では、この二つの世界は、今、要するに、あの主が世界のバランス、獣神へその信仰が、そんな、信、ここへ来る前に、たくまくんが口にしたこと、実在していない神は存在が希薄で、ともする、我々人間だって姿形のない者たちも同じ。私はこの世界は人間からは、いや、でもそんなことってあるのかよ。信じる心が人を、その膨大な、私が、残念ながらそうかもしれない。巫女がいなく、そんな、大丈夫だよ姉さん、まだの、ある、教授、望みがあるって、この世界、それって、その可能性は、つまり俺たちが行ったところで、しかし決して、ま、なんとか、いやいや、だからこそ、そうよね、そうね、そうね、私たちも、でもさ、俺たちが元の、次は、カイトの言う、よっしゃ、そうね、しかと、うちも賛成、もちろん、だってさ、ありがとう。いけにえの子ら、この子、あいつの声、うわ、違う、我の道を、うわ、